葛西さん。日本共産党の葛西彰です。消費生活用製品安全法等の4法を一括開催について質問いたします。現行法が想定していなかった海外からの直接販売に対して海外事業者やインターネット販売について規制を設ける、これは当然必要な措置であります。本法案の場合、事業の届け出にあたって国内管理人を選出することになっており、いわゆる PS マークを表示する製品に限られると。元国民生活センター理事長で内閣府消費者委員会委員長や経済産業省消費経済審議会会長を務められた松本恒雄一橋大学名誉教授は、全製品を対象とする EU の規制とは違い、 PS マーク対象製品に限られた緩い規制だと指摘をされております。そこで斉藤大臣に伺いますが、特定製品以外の消費生活用製品を海外から直接販売する場合、今回の法案によって当該の海外事業者はどう扱われるんでしょうか。斉藤経済産業大臣。まず特定製品以外の消費生活用製品を海外から直接販売する事業者でありましても、今回の改正法案によりまして、国内の製造事業者や輸入事業者と同等の義務が課されることになります。で、具体的には当該海外事業者に対しましては、重大製品事故が生じたことを知った際はその旨を国に報告する義務で、国が当該製品の回収等を命じた際にこれに対応する義務、あるいは報告徴収や立ち入り検査に対応する義務が課されることとなります。葛西彰さん。特定製品以外の製品は国内管理の選任を求めないけれども、今言われたような義務が生じるということですが、大臣、この経産省としてその海外事業者とは直接やり取りをするということになりますか。経済産業省辻元大臣官房技術総括保安審議官。お答え申します。地理の壁、言葉の壁もございますけれども、直接に相対することも当然あり得るというふうに考えております。葛西彰さん。法律上は報告徴収、立ち入り検査や製品事故情報報告公開制度などの義務が課されるということでありますが、そうは言っても海外の事業者ですから、日本の法律がどこまで理解されるか、それからまた海外とのやり取りに時間がかかって、その間に製品事故が拡大しないかという懸念はあると思うんです。そこで斉藤大臣、この EU のように全製品を対象とすることを今後検討するべきではないかと思うんですが、それはいかがでしょう。斉藤経済産業大臣。まず委員ご指摘の EU の一般製品安全規則は、医薬品や食品等を除くすべての製品を対象としておりまして、昨年6月に施行されて、本年12月に本格運用が開始される予定と聞いています。日本と EU の制度では規制体系等が異なるため一概に比べられませんが、今後詳細な運用状況等について注視をしてまいりたいと思います。で、その上で日本の製品安全4法におきましても、重大製品事故が生じた場合は特定製品等に限らず、すべての消費生活用製品等を対象に当該製品の回収等を命じ、一般消費者の生命、身体に対する危害の発生、拡大を防止することとしています。この観点からは、消費生活用製品全般に対して所要の措置が可能な制度体系であると言えるんだろうと思います。繰り返しになりますが、EU の方の一般製品安全規制について、詳細な運用状況等の情報収集を行ってまいります。で、こうした諸外国の動向や国内における事故情報も踏まえながら、消費者庁といった関係機関とも連携しつつ、引き続き消費者の安全確保に向けて不断の見直しを行ってまいりたいと思います。葛西彰さん。不断の見直しという話がありました。事故が起きた際に対応が必要なのはどの製品でも同じことだと思います。対象の根本的な見直しということを重ねて求めておきたいと思います。次に、アマゾンや楽天市場のような取引デジタルプラットフォーム DPF 事業者に対する規定法案で設けること自体は、
安全規制を一歩前に進めるというものであり、評価できます。そこで斉藤大臣、ただ本法案で取引 DPF 事業者には特定製品等について下大臣から危害防止命令、昭和法の第32条等を受けた、製造輸入販売事業者が取る措置に協力する努力義務改正案でいうと32条の2等になりますが、それから製造輸入事業者が特定できないなどの場合に下大臣から危害防止要請改正案の第32条3等になりますが、いわゆる出品削除要請ができるにとどめていると、これはなぜでしょうか。斉藤経済産業大臣。まず製品の安全性に一義的に法的責任を有するのは、市場に製品を供給し製品に関する技術的な知見を有する、製造事業者輸入事業者であります。取引デジタルプラットフォーム提供者は買い手に直接製品を販売する主体ではありません。あくまで販売の場を提供しているに過ぎないということでありますので、販売事業者等と同等の義務や命令の対象とすることは、適当ではないのではないかと考えています。でこの点、産業構造審議会製品安全小委員会中間取りまとめにおきましても、製造輸入事業者等に対する措置を補完する観点から、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し危険な製品の出品削除の要請等を措置する、こういう点が盛り込まれているわけであります。で今般の措置はこれまで捉えきれていなかった流通形態を捉えて、製品安全規制において初めて取引デジタルプラットフォーム提供者を法律上に明確に位置づけたものでありまして、まずは本制度の厳格な執行運用に取り組んでいきたいと思っています。で今後も法の執行運用について工夫を凝らすとともに、インターネット取引環境の変化ですとか、それから関係省庁における取引デジタルプラットフォームをめぐる制度的検討も踏まえながら、実効性のある取り組みとなるよう適時適切に見直しを図っていきたいと考えています。笠井明さん、初めて位置づけたということ自体は非常に重要だと思うんですけれども、この DPF 事業者が場を提供するといっても、提供することに伴うそれ自体責任があるということになります。大臣がその見直し、実効性規制について検討していくということをおっしゃったんですが、まさに今後さらに実効性ある規制について検討を求めていきたいと思います。そこで子どもの製品事故の防止についてであります。本法案で子ども用特定製品という枠組みを新たに定義すること自体は、子どもの製品事故の防止に目を向けるという意味で、一定の意義があるということだと思います。あらゆる手立てを講じて子どもの製品事故は根絶しなければならないというふうに思うんですけれども、その基本的な認識、大臣いかがお持ちでしょうか。斉藤経済産業大臣。玩具による乳幼児が被害者となる痛ましい事故は、これまで残念ながら死亡事故も含め複数発生してきております。このような子どもが被害者となってしまう製品事故を根絶しなくてはならないという方向性、私は委員と同じ問題意識を共有をしているところで、あります。今般法改正で新たに設けた措置等、これをしっかり運用することによりまして、子どもの製品事故の根絶の実現につなげていきたいと考えています。笠井明さん、根絶ということで共有できたと思いますが、では子どもの定義について確認したいんですが、本法案では対象となる子どもの年齢について、具体的記述はありません。本年2月7日の参考審法案消費生活用製品安全分科会製品安全小委員会の中間取りまとめでは、低年齢層が対象の玩具をまずは対象というふうにして、第12回の会合の資料では、まずは6歳未満向けの玩具というふうにあります。大臣ですね、なぜ6歳で線を引くのか、その理由については何でしょうか。斉藤経済産業大臣。2023年11月に開催をしました第12回産業構造審議会、法案消費生活用製品安全分科会製品安全小委員会の資料におきまして、新たな措置の対象となる子ども用の製品について、まずは6歳未満向けの玩具について対象としてはどうか、こういう記載が
あるのはご指摘の通りです。でこれは産業構造審議会の前に実施をいたしました、消費生活用製品の安全確保に向けた検討会の報告書におきまして、6歳未満の小児が舐めたり口に入れたりすることが想定されている食品衛生上の指定おもちゃの考え方を受けて議論の一つの方向性として示したもの、まあ、そういう性格のものであります、まあ、なお規制対象とする玩具の範囲につきましては、まあ、その後の製品安全省委員会でも引き続き議論を行いまして、本年2月の中間取りまとめにおいて低年齢層が対象の玩具をまずは対象にするから検討してはどうかという提言をになっております。で具体的な規制対象につきましては、消費生活用、製品安全法に基づいて消費経済審議会に諮問することとされておりまして、まあ、今後同審議会で議論の上政令で定めていくことになります。笠井明さん、まあ、国際的にはどうかと見ますと、ISO は EU の玩具指令、米国の消費者製品安全改善法等、14歳未満としている国や規格も多いわけです。大臣ですね、本法案に基づく使用命令基準、まあ、省令ということになるんでしょうけれども、これもやはりよく検討した上で、諸外国並みにすると、それは必要じゃないかと思うんですが、それはいかがでしょうか。斉藤経済産業大臣。まずですね、我が国の14歳以下での不慮の事故死を分析をしますと、窒息、交通事故、不慮の溺水が死因の上位となっています。このうち玩具等の製品に起因することが想定される窒息については低年齢で多く発生をしています。で今般の法改正では、こうした重大製品事故が引き起こすリスクがある製品を規制対象といたしますが、その検討にあたりましては、こうした事故の実態等を踏まえることが必要だと考えております。まあ、具体的には事故の実態の観点では、特に誤嚥事故の発生が低年齢層に集中していること、また国際基準との整合性の観点では、 ISO などの玩具の基準が36ヶ月未満に特に厳しい基準となっていることなどを踏まえて検討を行いました。産業構造審議会製品安全省委員会の中間取りまとめでも、こうした考えのもとで重大製品事故を引き起こすリスク等を踏まえ、低年齢層が対象の玩具をまずは対象にすることから検討してはどうかとの提言をいただいたところです。いずれにいたしましても、具体的な規制対象につきましては、こうした考え方を基本として今後消費経済審議会において議論の上政令において定めていきたいと考えています。笠井明さん、今お話があったんですが、日本玩具協会の自主基準があります。玩具安全基準書でも14歳未満というふうにしているわけですよね。で事故の発生状況等を踏まえてということで、やはりそういう意味では事故が起こることを前提としてはいけないと思うんです。文字通り諸外国の規制の状況をきちんと踏まえながら、事故を未然に防ぐために国の規格として14歳未満とするように、私はそういうことがやっぱりきちんとしていく必要があると思うんで、やはりさらに今後そういうことも含めて検討していくということでよろしいですね、大臣。斉藤経済産業大臣。子どもの安全を確保するために必要な規制です。事故の様態や諸外国の規制の内容を踏まえて決めるべきだと考えておりますので、より高い年齢向けの玩具もですね、今後検討の対象とはなりうるんだろうと思っています。さらに子どもに限らず、一般消費者向けの製品全般につきましても、生命身体に対し特に被害が発生する恐れがあれば、特定製品として指定することも当然検討していきたいと考えています。笠井、この点でもあらゆる手立てを尽くして特に子どもの事故を防ぐべきだというふうに思います。そこで子ども用製品の場合は、事業者ではない個人が売り主となる個人間取引が他の製品分野よりも多いと言われると、先ほど来指摘があります。
こうしたケースでは元の包装が外されていたり、取扱説明書取説が添付されていないなど必要な注意事項が確認できないことも十分あり得ると。そこで大臣に伺いますが、何より事故を未然に防ぐ観点から、保護者等の消費者に対する子ども用製品の安全性やご使用に関する注意喚起がこれ十分必要じゃないかと。同時に情報誌発行者、オークションサイトやフリーマーケットの主催者などによる投稿者や出店者に向けた安全に関する注意喚起が行われるように、この点でも政府としてきちっと努めるべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。斉藤経済産業大臣。ご指摘のとおり、個人間取引においても子ども用の製品による事故を防ぐということは重要でありまして、その注意喚起、これ大事なことだと思います。でご指摘の個人間取引でありましても、例えばオークションサイト等において出品者が反復継続して製品を販売するなど事業として取引を行っている場合は、販売事業者として製品安全4法においてまずは販売規制の対象としたいと思います。でまた個人間取引でありましても、消費者の生命または身体に重大な危害が発生するような製品が取引されている場合には、その製品の製造輸入事業者に対して自主回収を促すほか、必要に応じまして製品の回収等を内容とする危害防止命令を発出することとしています。このような場合には消費者に対して経済産業省のホームページのほか、内都や消費者庁等の関係機関と連携して必要な注意喚起を行っているところであります。消費者の安全を確保するために必要な場合には、こうした制度上の対応のみならず幅広く消費者に対して適切に注意喚起をしていくことで、子ども用の製品による事故を防いでまいりたいと思っています。笠井明さん。きちっとした対応をしていただきたいと思います。子どもの製品事故は玩具等の子ども向け製品だけで発生しているわけではありません。これまでもシュレッダー、ライター、ドラム式洗濯機などで子どもの痛ましい事故をきっかけに規制が追加をされてまいりました。2006年、一般家庭でシュレッダーの文書投入口に幼児が誤ってで手を入れて指を切断した痛ましい事故が相次いで起こりました。このほかにも1983年から2006年までに同様の事故が全国で49件発生したことが明らかになって、事故発生と拡大防止のために技術基準が改正をされました。ライターやドラム式洗濯乾燥機をめぐっても、火災事故や窒息事故を契機に特定製品としての指定や技術基準の改正がこれまでも行われてきたわけであります。そこで大臣、子ども向け製品以外の消費生活用製品等においても、その製品の使用場面に応じて子どもの使用を十分に想定をして、特定製品としての指定や技術基準への反映をこれ図っていくべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。斉藤経済産業大臣。大事なご指摘だと思います。ご指摘のとおりですね、子ども用製品以外の消費生活用製品でありましても、子どもが被害者となった重大製品事故はこれまでも発生しておりまして、子ども製品事故から守るために必要な措置は講じてまいりました。具体的には、例えば消費生活用製品安全法において指定される特定製品のうちですね、ご指摘のライターにつきましては、子どもが主に使う製品ではありませんが、子どもが火をつけて遊び火災につながる事故が発生をいたしましたので、子どもが容易に点火できない構造とする技術基準を設けました。これ平成22年のことです。で携帯用レーザー応用装置、これポイントで使うやつですが、子どもが目に照射をして視覚障害を事故が発生いたしましたので、レーザー光の強さにかかる技術基準を設けました。これ平成13年です。今後もですね、子どもが主に使う製品以外でありましても、子どもの使用による事故が多数発生するなどの状況がある場合には、事故の様態、製品の流通実態、使用状況等をよく分析いたしまして、子どもの安全を確保するために必要な規制、これは検討していきたいと考えています。笠井明さん。必要な規制をぜひ検討して具体化をしていくと、これから大事な仕事になると思います。そこで本案の概要資料ポンチエで欄外にこう小さい字で書かれている届出事項の合理化にかかる措置について確認をしたいと思います。経産省に伺います。本案ではこれまで一律に求めていた
製造工場等の名称と所在地の届け出を設計を行うものであること、その他の事務省令で定める要件に該当しないもの、これは所管法改正案の第6条の4項などに限定をすると、つまり届け出事業者が設計をしていれば、工場等の情報は届け出なくてよいということとされていますが、そこで確認いたしますが、もともとなぜこの工場等の届け出をこれまで求めていたのか、その点について端的にお答えください。経済産業省辻元審議官。お答え申し上げます。現行法ではその特定製品の製造事業者または輸入事業者に対しまして、特定製品の区分に従いまして、工場または事業所の名称所在地について届け事業の1項目としております。これは従前、製品を製造する事業者は自社の工場において生産することは通常であり、まず工場に出向けば容易かつ迅速に使用設計も含めて安全性を確認することができた、こういうことでございます。また輸入事業者につきましてはある製品について事業が多発した場合に当該製品の製造事業を迅速に把握することが可能であったためでございます。笠井明さん。斉藤大臣、もともとこのような意図のあった規定に今回、例外を設けるわけですが、立ち入り検査や事故発生品の輸入事業者の把握の運用面で、これはくれぐれも影響が出ないようにすべきではないかと思うんですが、その点についてどのようにお考えでしょうか。斉藤経済産業大臣。ご指摘の工場の名称等の届け出を不要とする規定につきましては、これは規制の実効性をより高めるために講じる措置でありまして、立ち入り検査等の運用面で支障が出てくるというふうには考えていません。本措置の背景といたしましては、近年ブランド企業が製品の使用や設計をですね、決定をいたしまして、製品は他の工場に委託するといういわゆる委託製造が進んできておりまして、また製品サイクルの短期化に伴うこのモデルチェンジやですね、委託先企業工場の変更がこう頻繁に行われるケースが見られるようになってまいりました。このような現状におきましては、製品に問題があった場合、一部の工場のみを検査しても問題が把握しづらいという面があります。でむしろブランド企業側に問い合わせることによりまして、どこの工場だとかでも分かりますので、原因究明再発防止に向けて必要な情報を入手して、問題がある可能性のある工場を迅速に特定し、必要な検査や再発防止策を講ずることがですね、可能であります。でこういう理由から特定製品の設計等を行うブランド企業のようなものについては、当該ブランド企業の氏名や住所のみとして工場等の届け出を不要としたものであります。なお必ずしもすべてのケースで工場情報を不要とするものではなくて、企業側が設計等を行っていない場合は引き続き工場情報を求めていくことになります。笠井明さん。運用面でこれ例外を設けてやるわけですから、そういう点ではやはりことは安全に関わることなので、いろいろ立てたてむしろできるんだとおっしゃったけども、くれぐれも弱まることがないようにやはりきちっとした対応をしていくことを強く求めたいと思います。最後に本法案の周知徹底について大臣に確認をしておきたいと思います。本法案で海外事業者には国内管理人の選任などの届け出を求めたり、製品事故情報の報告を求めるなど新たな規制が行われます。国内の消費者が製品を安全に使用できる環境を整備する観点から、海外事業者が国内管理人を適切に選任した上で届け出手続きを円滑に行うことができるように、本法案の内容をどう周知徹底するのか、また海外事業者が特定製品以外の消費生活用製品においても報告徴収、立ち入り検査やそれから製品事故情報報告公表制度の対象となることについて、どう周知徹底していくのか、さらに玩具等を販売する古物商に対して子どもの機会の発生を防止する観点から本法案の内容をどう周知徹底していくのか、これいずれも具体的にはこの法律できたときには具体的に大事なことになっていくと思うんですね。知らないとそれはまたいろいろな問題になってきますから、その周知徹底について大臣の基本認識、どういうふうにするか、どういうふうにやっていくかについて伺いたいと思います。斉藤経済産業大臣。
ご指摘のようにですね、新たな制度的対応を講じてもその周知徹底がなせなければその法的効果はですね、極めて限定的なものになるんだろうと思っています。まあ、特に海外事業者をですね、製品の安全性に法的責任を有するものとして明確化したこと、また子ども用特定製品の中古品についても一定の条件を付した上で販売を可能とする措置を講ずることにしたわけでありますが、この点、まず海外事業者の周知につきましてはオンラインモール事業者と協力をし、海外からの出品者に対する周知説明会を行っていただくことですとか、在外交換やジェットロ、また製品安全4法や製品安全規制の適合性検査を行う、内外の登録検査機関がございますので、こういった機関を通じて海外事業者への情報提供を行うなど、制度内容についての積極的な周知活動を行うことを検討していきたいと思っています。また古物商に対しましても、実は本件検討してまいりました産業構造審議会製品安全省委員会に、実は中古品業界の関係者にも参画をいただきながら議論を進めてまいりました。引き続きこういった団体やその関係者を通じた周知、関係する古物商に対する説明会の実施などですね、この点についても積極的な周知活動を行うことをしっかり検討していきたいと考えています。笠井明さん、本法案を第一歩として今後、製品事故をなくしていくためにさらに必要な規制を具体化するように強く求めて質問を終わります。